キラリファラオ光と足山エデンのヘビーメタルサンダーでヘビーメタルサンダーいや、そんな言ってさすがに英語は滑舌いいんでヘビーメタルサンダーヘビーメタルサンダーサンダーサンダーでね、ほんとにねここどこですか、また場所がここはまたあのサンミュージックのちょっとね一部屋なんですけどもねとなんかいい部屋じゃないですかそう、ちょっとなんかニュースでもお送りしたい感じのね、ちょっと背景がね、ビンと、あと天気も悪いじゃんだよ、ね、オーディオ機器がすごいですね、うちはちょっとあの機器はね、ちゃんとしてるんですよサンミュージックだサンミュージックサンミュージック使えるかどうかわかんない使えるかどうかね、古い、そうなんですよ、なんか最近ありましたなんだその、なんだそのほとんど最近の曲ありましたってなんか思います腹立つな、なんかなんかありましたこなれてる感出し合うなメタル的なニュースなんかあ、でもゴッドハードが新譜出しますあ、いつですか忘れた。もうあのでも新曲は公開されてて個人的にはちょっとめちゃくちゃいいですか。良かった。ちょっと今までの路線とは違う感じではあったんだけど、うん、好きな感じだった。好きな感じ。それも YouTube で見れるんですか。YouTube だったかな。なんか出てました。オフィシャル動画が、はい、動画が出てました。最高なんで、ね。じゃあ皆さん見てください。買いましょう。なんて曲ですか。曲なんだっけ。全部ダメじゃん。タイトルなんて忘れちゃった。あれあれだと思うんですね。やっぱあの曲いいけど曲名とか、ね、タイトルね、アルバム名を思い出せない。でもあの新譜出たら皆さん買いましょう。ゴッドハードを日本でブレイクさせましょう。プチブレイクはしてんじゃないですか。来日してる時点でもうちょっと。そうなのかな。いやでもそのボーカル変わってちょっとなんか勢いちょっとなんか落ちちゃう、ね。若い子知らないんでね。ああそこはちょっと、ね、もう一回もう一回もう一回行かしましょう。皆さんお願いします。はいお願いします。はい。そう。じゃあまた来週。終わりですか。もう終わりですか。もう終わり。3分。あ、そういうのに変わったんですか。何今の間怖いな。ちょっと今、って油断してたんで違うこと考えてたんですよ。何で違うこと考えるんですか。今日1月24日、あと2日で給料日だ、吉本の給料日だ、吉本、何しようか。現実的なおっかない話やりましょうよ、はい、吉本の怖い話。はい。じゃあ、あの今日もね、あのゲストが呼んでるんですか来てくれてるんで、今日久しぶりにちょっと芸人のね、ゲストが来てくれるんで、はい、呼び込みましょう。はい。ニックニック、ありがとうニック、はい、出た、ニック。英語の滑舌がいいって言ったんですけど、何を言ったんですか。僕全然聞き取れなかった。ヘビーメタルサンダー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 。スタンダードね。ヘビーメタルスタンダード。スタンダード。いや、スタンダード。ヘビーメタルダンダー。あ、ダンダー。サンダー。サンダー。めっちゃ滑舌が悪いじゃねえか。スタンダー。いやいや、めっちゃ上だ。ほぼ初対面か。あ、そうです。初対面。あ、そうっす。さあ、初めてですね。サンミュージックのタイムボム。あ、今、違う。あ、まあ、まあ、タイムボムでいい。タイムボムでいい。一つやってるね。一つやってる。の、ニック。まだお願いします。はい、ありがとうございます。はい、うん。本場のね。本場アメリカか。本場のアメリカ。アメリカ。な、何故、これ、じゃあ、今日ゲストです。いや、なんか、経緯は結構、メタルのバンドをニック自身がやってて、おぉ、ボーカルもやってるぐらい。で、結構、なんか、売れてるっていう売れてる、まあ、昔、うん、バンドやってましたね。アメリカ、え、なんていうバンド。サファケートっていう。サファケート、なんていうわ、デスコア。デスコア、デスコア、サファケート、うん、高校生の時にやって。え、あ、高校生ですか。はい、めっちゃ昔。まあ、だって今やり始めたんですよね。はい、そう、今のバンドは全然メタルじゃないんですけど、あ、はい、でも昔は、うん、しっかりやってました、ね、ガチガチで。え、僕が辞めたら売れた。まあ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 売れました。まあまあ売れました。はい。CD も出してると。CD は全然あるし、YouTube とかに、何千万再生とか。ええー、うん、めちゃめちゃ売れてるじゃん。サファケーションではない。サファケーションじゃなくてサファケート。サファケート。サファケート。サファケーションもいいけどね。それ何年ぐらいですか。僕は1年ぐらいだったんだよな。そのバンドはもっと長くやってたんですけど、僕とボーカルがめっちゃ仲悪くて、ま、一番最初のボーカルは結構ヤバいやつで何が、あ、そう、物を盗んだりとか。そのボーカルはまだいる。いないね、いないね、いないね、はいはいはい。売れた時のボーカルはちょっと違う、超違うやつでした。盗まないボーカル。そう、盗まないボーカル。そう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 。デスコアっていうのはどういうジャンル。デスコアは正直言ったら結構ダサいんですよ。いや本当に俺デスコアが、あとデスコアがあんま好きじゃなくて、あ、そうなん、本当は最初ハードコアで始めて、でデスコアがめっちゃ流行ってたんじゃないですか。流行ってました。 All Shall Perish とか、あと有名なやつ誰でしょうか。滑舌が良すぎて All Shall Perish。 All Shall Perish でしょ。デスコア全然。 All Shall Pacific ってくれる。 All Shall Perish とか、あと Suicide Silence。 あ、そうだね、ライブする、そういう系。ああいうバンド一緒にやってました。そうですね、Job for a Cowboy。 あ、Job for a Cowboy。 デスボイスとか、じゃあ出せ、そのハードコアと
デスメトルの間、うん、デスメトルの中にブレイクダウンがある、ドド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 みたいな、ノーメロディーの、そう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 いうのじゃああんまり好きじゃなかった。それはなんていうの、流行りでその時に分かってたんで、はい、ちょっとあと日本に行きたくて。ああ、はいはい、もう今日本に来て何年？今日本2008年からですかね。あ、でも11年ですね。はい、日本来てすぐお笑いだったんですか？すぐお笑いじゃなくて日本語を勉強して、そうですね。でも結構日本に来たばっかの時の日本のバンドと、あのいろんなメタルとかライブに行ったりして、じゃあ結構デスメタル系に好きってこと？僕ブラックが一番好き。ブラックで、あ、はいはい、あ、なるほど。ブラックでエンペラーとか。エンペラーめっちゃ好きだし、あと、え、ブラックとかは聞きます？ブラックは結構、まあ、でもメロディックブラックかな。ああ、誰が好きですか、ブラック。ブラックはだからすぐそう、北欧の、うん、ダメイヘム、エンペラー、あと、バソリーとかも入ってます。バソリーとか、うん、とか俺ダイセクション、はいはい、エンペラー、サクラメンタム、サクラメンタムがめっちゃ好きだし、その辺全然わかんねえ、はい、いやもうみんな大体黒髪ロングの黒いやつ、なんとなくイメージは置くけど、ブラックはめっちゃ好きよ。日本のブラックは、あんま知らない。日本のいいブラックあります？いいブラック、それこそ、まあ、一緒にゲストで撮ったサイとか、うん、サイ SYGH の SYGGH、あとでチェックします。あとはブラックはタイランドっていう、タイランド、タイランドそう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 、ギターだったな。じゃあもうギターをがっつり弾ける感じ？ピロピロ弾ける、結構弾ける。今はちょっとそういうメタルはやってないから、うん、ああ今は、ね、何系の？今はパンクとかロッカビリーみたいな感じ、全然やっぱその違う、そのパンク全然違う、使うギターも全然違う。俺前はメタルの時は ESP とかでも僕の知り合いが日本のそういう海外バンドの主催者をやってるから、結構ライブとかに行ったり、いろんなバンドと会えたりできるから、最近会ったのは、あの一緒に飲んだのはブラックダリアマーダ、めっちゃ、結構もう、すごい中堅ベテランの、もうめっちゃかっこいい、みんなめっちゃいいと。いや、そうだね、英語喋れるから、俺喋れないからもう、あの挨拶だけでもう、でもあのすごいそういう俺たち有名だよみたいな空気はない、天狗ではない、めちゃくちゃいいと。竹山さんみたいな出さない、全然竹山さんみたいな出さない、そうじゃないですか。我々は何も言えないですよ、ね、で俺は全然言う。アビゲイルは誰？アビゲイル、アビゲイル、アビゲイル・ウィリアムズ。え、なんなんなん、アビゲイル・ウィリアムズじゃない、ほな日本の、あー僕レジェンド、いや多分絶対好き、ブラックスワッシュの日本で言っても一番有名、アビゲイル、海外で言ってるアビゲイル、来ます、アビゲイル、アビ、ムーンソロって知ってます？ムーンソロ大好き。俺もめっちゃ好き。あれでもブラックっていうちょっとペイガンとか。そうだね、もう大好きです。すいませんね。いや、すいません。ただでさえ外人がいいのに、より何言ってる。